はい、どうも、お茶です。あ、今、ポニョですね。すいません。現在、4月1日、月始めなんでね、もともと天上界だったんですけど、天チャレに落とされてしまいました。で、天チャレでテスタメントを使って、天上チャレンジをしてたのですが、負けてしまいました。ソルに順にされてしまいましたので、今、10回ですね。今回はね、このテスタメントを使って、天チャレじゃなくて、天井まで行こうと思います。頑張って。ということで、なかなか仕上がってきた僕のテスタメント見てほしい。よし、コバーサーカスさんはでかいっすよ。はい、マイピーこれ。あー、マジか。上手な使い方されたな。あー、うまい。これ、あれですね。例の置き攻め。これちょっと無理やりガーキャン使って抜けましょう。さすがにしんどいんでね。さあ、マイピーから。マイピー無理か。ラッキー。ごめん。さっきバスで、地上行きたかったんですけど、先に消えてましたね。さっきバスのやる気がね、あんまりないっすね、テスタメント。あんまり期待しちゃダメです、さっきバスは。ま、これちょっと安いですけど、多分安定がこれしかなかったかな。いやー、ちょっと打点高いせいでね、打点っていうか、身長高いせいだと思うんですけど、マイピーがね、なかなか。オッケー、うまい、なんだこのコンボ。なんか天才のコンボしたぞ、今俺。初めてこんなコンボしたわ。で、これ6回入ってしっかり追い打ちかけて、壁割り。これ、金馬も覚醒もあるんで、ガンガードで。はい、マイピー。うわー、無理か。バーターできるかなと思ったけど。よしよし、2系刻みで、相手の暴れ潰しましたね。ということで、まず1勝。まあ、まだ10回、ってかまだ10回に落ちてしまったので、おそらく5回連続で勝てればまた天チャレが来ると思いますんで、5回連続で勝ってまた天チャレすぐ行って、次の天チャレでは成功させたいですね。まあ、結構自信あるんで、なかなか仕上がってきたんじゃないかと自負してますんで、次の天チャレはね、行きたいなと。はい、マイピー。間に合わないか。相手結構あれでしたね、今。入れ込みだったんで間に合わなかったですね。あ、やべ、投げこすっちゃった。まあ、しょうがないです、これはもう。結構ね、テスタ同キャラ、アービタが機能する気がして。やべえ。ステインはやばい。オッケー、俺もステインつけて。いや、もったいねえ。オッケー、ステイン。ステイン中これダウン取れるんで、強いです。うん、バックステイか。いやー、これバックステイキットした時のコンボがね、結構むずいんすよね。いや、うまい。ちょっときついんで、ガーキャン。これ、後ろだけで。さあ、俺も。さあ、投げこれ。よし。強いですね、やっぱ画面端の。画面端のね、投げ取った後のね、状況はめちゃくちゃ強いんですよね。毎度毎度その状況みたいなのが作れたら、本当に、面白い置き攻めができると思うんですが、さあ、足払い通って。あー、これちょっとダッシュしすぎましたね。もう、なんか投げこするということで。これ、レンガレベルなんだね。これね、ちょっと面白いセットプレイあるんですよ。ちょっと相手ヒットしてしまったので、あれなんですが、相手バックステと投げ、リバサ投げの、ほぼ2択みたいな感じになってますね。さあ、ここ投げに行きます。さあ、これは、バー対完璧。結構雰囲気だったバー対だったんですけど、まあおそらく6敗カラスで、終わってたかなと。結構雰囲気で、なんか、ちょっと貝みたいなリーチなんで、貝も結構雰囲気であると、なんか、バー対チックになるときあって。なんか、貝の、僕一応貝メインなんですけど、その貝の動きをこう、見事に、これ美味しいコンボいけるんじゃないか？いやー、ちょっと惜しいっすね。タチ系6とかでよかったかな？もったいない。もったいないことしちゃった。ボックスでしょ。出なかった。うわー、これ指導は大丈夫。さあ、ちょっと面白い置き攻め。あ、なるほど。まあ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 、ゲージ使ってくれたので、うまい。投げ釣られましたね、見事に。まあ今のはちょっと投げたくなっちゃう、距離。ダッシュして禁煙室がやっぱあるから。マイピー、これは間に合わない。マジか。テストのジャンハイが強いのかな。お、あれですね、例の。ちょっと、ズルな。カラスの飛ばせ方。
OK。 いやーちょっとタッチピー刻んだせいで入らなかったか。はい、これ空投げ、空投げからのセットプレーがあんまりまだ分かってないが、まあ雰囲気で。そしてイージー、さあバース吐かせて、これは投げ抜け。あー 2K の停止性が強い。これしょうがない。でも割らせてもいい、全然。いや、まあこれちょっと状況的に強く決めきちゃいますが、まあ通らなければね、なんてことないんで。オッケー、通らない。暴れて、これため出し出すと。ちょっときつくなってきたか。ごめん、あの投げが足払いに化けました。これはちょっとね、あの俺が悪いですね。あの多分相手の投げしつけ、あの投げ釣り連携で爆成したと思うんですけど、見事にちょっと足払いが噛み合ってしまった。さあ、まあまあそんなこと言ったらもう俺が勝ったんで、俺が勝った方が正義。さあ6回通って、トリピッピー、はい、爆発。 OK、 これはいいあれですね、状況。さあ金スで貼り付けて一緒に割り、これ俺おそらく爆成だと思うんですよ。しなかった。さあここ鳥かご、うわー逃したくなかったがしょうがない。はい、マイピー、はい、読んでいたが、かかん取れず。あ、ごめん、ダウン後打ちですね、ダウン打ちで、足りました。ちょっといろいろミス多かったんですが、まあまあまあ、テストのね強い面も見せれたかなと思います。さあもう一回、あと2回勝てば多分あれなんで、あのテンチャレ戻りますのでやっていきます。はい、ということで、アクセルですね、750レベルとなかなかレベル高いですね。まあ、多分この方もあの、テンチャレじゃなくて、天井民で、月始めで、あの、戻されてきた感じですね。はい。アクセル戦初めてだな。さあ、頑張っていきましょう。どうなるんだろう。でも YP 結構強いから、アクセルあんま困らなそうですけど、1もあるし。まあ、ちょっとまだわかんないんで、あ、やっぱそうですね。あの、やっぱり、あの、アクセルのぎっしり判定に見事に、噛み合いますね。さあ投げ、これ強い攻めいける。さあバーストか、ここで剥がせたのは結構美味しいですよ。飛びます、美味しい。さあちょっと面白いセットプレーを皆さんに見せたかったけど、ちょっと見せてしまいました。やっぱハイサラ出した方が安定だったかな。まあ投げこするタイプには OK、 美味しい。爆発で起動、あーちょっとミスったな、いけそうだったけど。ワープして、なんでワープしたかと、またワープしちゃったんだ俺。タッチ系じゃなくてジャン系出したかったんですけどね、ちょっとあの操作ごちゃってしまっちゃったかもしれないっす。まあでも見事に勝ち切れたので、よしとします。ここはダッシュ前ジャンプ、ダッシュ前ジャンプ。さあ連戦はガード、ガードしてここ走りに行きます。はい、リーパーからトリピッピー、はい、爆発リーパーで、もう一丁リーパー、はい、リーパー起動、はい、これは美味しいダメージで、しかもこれ強い浮き攻めいけますよ。はい、これ6回でしっかりぶん殴っとく。お、このヘリですよ、このヘリ。で、こっからため出し出すとね、はい、バーストケアもしつつ、あー、まあちょっと遅らせて取れてしまいましたが、まあ全然関係ない。さあ、画面端維持。走って、あ、ちょっとこれ無理、あの、走ってる途中のこれ無理ですね。まあこれちょっと、あ、やっちまった。一番良くない。あ、ちょ、最悪最悪。これちょっと最悪っすね、これね。あの、一気に削られてしまう。でも死なないんじゃないかな、これ。死なやす、死なやす。この世の中に死なやすい言葉がね、これかかったんじゃないか。よっしゃ、ちょっと、適当コンボですけどね。まあ、殺しきれますので、安定を取りました。まあ、おそらく禁煙数2杯すら、上、リーパーとかがね、一番減るコンボなのかな。まあ、ちょっと難しいんであれ、安定しないんでね。じゃ、簡単な方を選びました。マイピーを、あ、出なかった。タッチミになっちゃった。なんか、テスタメントでマイピー振るとさ、タッチミになっちゃうんですよね。なんでだろう、俺だけなのかな。さあこれワープしたかったけど、ワープできない。ここワープしよう。ほい。結構ね、ワープがね、案外意識しないと。あ、やべ、意識しないと見えないっていう。これ確定。取れないか。2杯の後手出しよう。2杯打ってこないかな。もう手出します。しびれ切らしちゃった。あー、ちょっとトリピッピが遅かった。これ爆成。ちょっと走りすぎたか、さすがに。はい、NS。NS チクチクからの、これもある。マイピ？これ投げいって。これは、
うわ下手くそ、いやちょっと待って、下手くそすぎんか、さすがに今の。頑張れお前、クソ無理だったか。後ろロマキャンやってたんですけどダメでしたね。ちょっと今のはやばい、下手くそすぎる、やばい今のは。本当はちょっと悩んじゃったんですよね。それちょっと面白い置き攻めを行きたかったが投げこすられる。これちょっとバックステで散らしてもいいかもな。やべ、アビタサインとかも結構使えるかもしれない、この組み合わせ。アビタ、やばい、これ負けるありえない。嫌だ、ワープ、はい、バックステ、うわー、しばらやばれだと、どういうことや、やばい、あー死んじゃった、マジか。ちょっと近づいて、金ゲス重ねるふりして、バックステちょっともう一回試してみようかな。多分今ちょっと密着度合いが足りなかった、釣られてくれなかったですね。マイピー、これは配信しっかり落として、もう一回マイピー出なかった。ほんとタッチミに化けるんだよな、なんかリバーパルピッピー、いやー、んーダメかー、走り切れると思ったが、ちょっとやばい、マイピーがほんとに化ける。いやー、ちょっとバース入っちゃった、ここよくないですね、このバースの方。ほい、うん、まあまあまあ、バース渡したので最悪負けても良くないですけど。マイピン、いやーちょっといろいろ漏れた、裏になってて。はい、リーパーでーだ、もう一回リーパー、ワープ、まあ割りまでとりあえずで、リーパーつけて、これなんだろうな、もう一回ワープ、オッケーちょっと、ヒット確認しなかったですけど、まあまあまあ、勝てたので、ガードしましょう。マイピー。遅いか。反応が遅いしね。しょうがない。うおー、マジか。いや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 。いやー、当たっちゃった。結構、とっさのため出すとね、当たっちゃう、最近。テスタメントでいろいろと、意識してるから。まだやっぱね、手に馴染んでないですからね。おー、マジか。FD したんだけどな。できてなかったみたい。ゲージなかったか、いや、あったと思うんだけどな。開幕開始か。ダメージ除去が俺が悪い。ちょっと焦ってますね。冷静にね。アクセル戦飛ぶと負けなんで。さあ、リーパー、リーパーじゃねえや。もう、名前が忘れちゃう。はい、はい。手だ。はい、投げ。これ強い刻みいけます。はい。うわー、マジか。お、でもガードできますね。テーダが通って、さあ、バス吐かせて、最悪これどうしようかな。金歯狙いでもいいんですけど、金歯狙い入る。オッケー、おいしい。おい、はい、これはいったんじゃないか、多分、これ、フルヒットしてくれると思うんですけど、オッケー、いきましたね。危ね危ね。はい、ということで、ちょっとね、5連勝できなかったんで、多分、天井にはね、センチュリーには上がれないと思うんですけど、あ上がりましたね。ま、てんちゃねは次の動画でやろうかな。ということで、ご視聴ありがとうございました。もうなかなかテスタの強いとこ見せれたんじゃないかなと思います。